はい、では続きをやっていきます。行動範囲はさすがにいけないか。ということで戻ります。こうやって入れるようになるのかな。正直今作の白魔よりメアさんの方が可愛い気がする。って白魔に関しては2の方が好きだな。まあ個人的にはですけどね。バスケとかの白馬はこれじゃない感が半端なかったからな。まああの白馬はめちゃめちゃ強いんですけどね。29 32個か。とにかくチョコ系統は最初に預けられるものの数が少ない。なんかいる。困った時にやってくる。口笛とともにやってくる。謎のマスクのその奥で優しく光る。誰が呼んだか、誰が呼んだか、その名は壇上ヒーロー X。 ここに剣山クパ。さあ次世代の新しいニューヒーローの登場だクポ。ヒーローの日は秘密の日。その正体は常に神秘のベールに包まれてるクポ。
そしてヒーローのロア。ロリューンと。みんなのお悩みを解決するクッポ。お前チョコボクポね。不思議なダンジョン初体験で戸惑ってるクポね。初体験ではないですが、久しぶりすぎて止まってきてます。それならこのモグがいいものをあげるクポ。今はまだ使い道がわからないかもしれないクポが、後で必ず役に立つ超貴重なレアアイテムクポ。え、なんでそんなに親切にするのかって、そりゃあ後でもっといいものをぶんどって。おっと、危うく出現しそうになったクポ。とにかくこの王を忘れちゃダメクポよ。それじゃいざさらば。カードは魔法の絵本でどうぞって感じですね。はい、モーグリです。あ、入れた。あなたの心の中でロマンは輝いていますか？夢のない時代、乾ききった心、笑わなくなってしまった子供たち、そんな今こそロマンチックが必要クッポ。そう、私の名前はロマンチックヒーロー X。 ロマン輝く X テイル星からやってきた美しくも可憐な謎のニューヒーロークッポ。さあチョコボ、ロマンチックフレーズを叫ぶクッポ。時代は今ロマンを求めているクポ。これはパスワードとか合言葉とかそんな系統ですね。私のロマンは誰にも止められないクポ。またいつでも来るがいいクポ。チョコ、いや、お前が今ゲットしているロマンチックフレーズは一個クポ。初級ロマンチストに認定してやるクポ。ではさらばだ、初級ロマンチストくん。はい、これで踊り子になれます。
ああ、気づいてなかった。うん、やっぱストーリーの途中ってほんと大好き。届いてる。モグじゃなかった。私の名前はロマンチックヒーロー X、 ロマン輝く X テイル星から来た謎のニューヒーロー、クポ。この私から君にロマンチックフレーズを授ける、クポ。つまり止まらないロマン。私を見つけたら伝えるがいい、クポ。ちなみにサイロには近づくな、クポ。もう行きました。止まらないロマン。そうですね、時間的にもこの辺で一旦切ります。ご視聴ありがとうございました。